ロエー,ーは、新末民発の軍人、北京政府、安ン派に属した。自はこ義美。天津武美学堂を卒業し、理工省の Y 軍で軍歴を開始した。その後、武衛遊軍各衛艦隊、三等武衛遊軍戦方隊右衛砲隊を務める。さらに陸軍第六鎮第十一共統領、第三鎮第五共統領、北洋第二十鎮共統を歴任した。また、 革命派を鎮圧して、総兵、提督、副都督の位も得ている。1912年、陸軍第24師師長に任命され、中条位を授与された。1914年、陸軍第10師市市長となり、上海に駐屯する。そして祥校軍副士、森軍士、海弁チャンス軍務、石膏特軍などを歴任した。1915年、 遠征外から一等男に封じられた。遠征外死後、露英省は暗ン派に加わる。1920年7月の安直戦争で暗ン派が敗北した後は、生き残りのために法典派による傾向を強めた。さらに、1921年6月4日には、ツラネ省自治を主張する原文を全国に向けて打った。1922年に、石膏軍務前後、ただし弁となる。 1924年9月、直霊派のチャンスー特軍、最小元と、第二次、笹ぐじ戦争の前哨戦となる公設戦争を、開始した。しかし、復権特軍、孫殿法の支援を受けた、生の前に、ロは敗北し、日本へ亡命した。その後、断基髄が法典派の支援で、失勢政,政府を樹立すると、ロ栄将も、祖艦船武士兼チャンス特軍として、 一時復権した。しかし、法典派からの圧力で、数月もせずして、下付けに追い込まれた。1933年、天津で病没。去年67、ありがとうございます。